モジュールレイアウト T トラック規格のモジュールレイアウトモジュールレイアウトとは鉄道模型のレイアウト形態の一つ集合式レイアウトとも呼ばれる加藤が販売する T トラックのシングルサイズ規格のモジュールキット一定の規格に従って作られたモジュールと呼ばれるボード同士をいくつも連結することにより一つのレイアウトとなるものをモジュールレイアウトと呼ぶ モジュール同士は自由に組み合わせることが可能で、組み合わせる個数によってあらゆる大きさ、プランのレイアウトを楽しむことができる。鉄道模型メーカーの線路規格と合わせた規格であれば、既製品の線路との組み合わせも可能であり、モジュールレイアウト1個と既製品の線路でエンドレスレイアウトを作成できるので手軽に楽しむことができる。また、大型レイアウトに比べて、収納や輸送、 作成の手軽さの面でも優れている。モジュールレイアウトと似たような形態を持つレイアウトに分割式レイアウトがある。分割式レイアウトは特定のプランを持ったレイアウトを分割できる構造で制作するレイアウトのことで、モジュールレイアウトのようにレイアウトの大きさやプランを自由に変えることができない点が異なる。モジュールレイアウトが普及するきっかけとなったのは、1973年にアメリカにおける N ゲージ用のモジュールレイアウト企画、イントラック企画の制定である。同盟のグループも結成され、運転会を開催するなど、積極的な活動を行った結果、イントラック企画とともにモジュールレイアウトの概念も広く知られるところとなった。日本においても、アメリカの動向を参考に、独自の企画を制定して楽しむクラブが現れていたが、鉄道模型趣味市場にて、 集合式レイアウトの概念にアントラック企画を日本向けにアレンジしたアントラック企画とも連結可能なジャントラック企画が発表されると関心を持つファンが増加し16番ゲージ向けやナローゲージ向け企画も作られた中でも N ゲージでの制作例が多いまた日本では当初ジャントラック企画が主流だったが後にトミックス赤水金属のメーカー企画 路面モジュール企画が制定され普及していった。その他にも鉄道模型クラブ、または愛好者個人による独自企画もある。近年では欧米やアジア諸国で前日の路面モジュール企画を発展させたテーブルサイズの T トラック企画が人気を集めている。ありがとうございます。